ちょっと血色悪い。いつもはなんかかろうじてリップを塗るんだけど、なんかさ加工でつけれないかな、ちょっとないかな、リップだけ。リップないな、ないな。4週間後2025年ガチ早くない？ちょっと時の流れが。眉毛これで塗ってたら少なすぎだろう。はい、初めましての方がいるとこですっぴんっていうな、オーマイガーなんだけど、まあちょっと許してちょ。カラコンは入れてるけどそんなに大きくないっすね。 13.2 とかサイズ、着色直径。バイクの音配信になってる。バイク？車？やばい、ちょっとすっぴんすぎる。ちょっとリップないのきついな。持ってくればよかった。Can you say happy birthday to me? 私にハッピーバースデー言ってくれと。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー。はい、お誕生日おめでとう。すごい、私英語読めたぜ。 Can you say happy birthday to me? 簡単英語でよかった。高さの服？ダウン。うん、練習場です。さっきまでちょっと練習してて、やばいと思って、ショールーム今日やってないじゃんと思って急いでやった人。最近寒いよね。つれづれくまありがとう。これで世界進出できるね。ね、そう、緊急配信界隈、緊急で配信動画回してるんですけどって。やばい、ちょっと待って、お家じゃない場所のすっぴんキッズ、マスクしたら死ぬ。こうやってマスク配信、誰？でもちょっとリップがさ、ちょっと口が、私あの血色ない系なんですよ、ちょっと貧血チルドレンやから。これでもまだ血色ある方かも。緊急で動画回してて偉いね。暴露系 YouTuber みたいだね。暴露しちゃいます。最悪、やめてください、企業秘密です。口よりおでこのあざ？あ、これかさぶた。大丈夫よ。全然安心してほしい。死ぬほどちっちゃいから。小指の爪よりちっちゃいから。ほぼすっぴんてかも100すっぴんですね。もう。今緊急でお布団に入ってます。それ緊急じゃないやろ。そう、まだこれでも血色いい。私ね、マジでもうメイクさんとかにも、
血色悪いねって言われるレベルの血色の悪さだから、みんな戦うよ。私は血色の悪さで誰と、緊急で見てる。いいね、緊急で。もうやることすべて置いて緊急で見てる。いいね。それいいね。とてもグッド。親指と顔の大きさ一緒。やっぱりなんか進撃の巨人みたい。もうなんか何でも進撃の巨人に見えちゃう。明日頑張ってメイクしようと。なんか赤ちゃんみたいな顔してるな私。なんか違う、赤ちゃんです。自分でそうやって言いたいんじゃなくて、幼少期と顔が変わらんなって。なんか最近私のマイブームが、自分の携帯のフォルダーの幼少期の写真を見返すことがちょっとあれなんだけど、ハマりなんだけど、それとの時とあんま顔変わらんな。まあそれそっか指紋ゲットって見えへんやろ、これはないやん指紋で。結局昨日配信後ピノ食べたのか。食べましたよ、美味しかった。でも何も出なかった。ねえ、暇暇、なんか面白いことして。面白いことできない。ちょっと今配信設備整ってないから、逆立ちとかもできませんしね。幼少期の写真が携帯に入ってるのがすごい。そう、携帯に写したの。なんかパソコンに入ってて、それを携帯に写しました。アミタンのライバル、ちょっとやめてください。でも言って身長161あるからちょっとでかすぎやね。存在が面白いかも。悪口大丈夫、ギリギリ耐える。ガシベルクもありがとう。綺麗な目、ありがとうございます。すっぴんだ。面白いことイコール逆立ちという思考がもう面白い。本当に助かる。それはサラも日曜のために3点倒立の練習してる。3点倒立ちょっと練習しといて、ちゃんとサングラスかけて。3点倒立、3点倒立すげえよな。私ね、実はね3点倒立できないんですよ。うん、なんで私ね微妙に運動が苦手なんだよね。知ってるみんな。私ね運動苦手エピソードとして、いや苦手じゃないんだけど、なんか物によってめっちゃ得意なのとめっちゃ苦手なのがあるんだけど、私球技が死ぬほど苦手で、小学校の時にテニス習ってたんですよ。実はテニス習ってて、テニスでテニスのコーチに、君はボールを待てないからテニスやめた方がいいよって言われてあ、そっかと思ってやめました。ボール待てないんだって。普通の倒立はできない、できないです。あれ側転とかもできない。いや昔はできてたんだけどね、もう忘れちゃった。サングラスの空かっこよすぎてやばいし、何のサングラスで来るのかな。なんでやねんサングラスお揃いにしよう。そう微妙にね。そうでも私結構足は速いんですよ。ちょっとこれだけさ、なんかこの前のさ、なんか 30m 走みたいなのが若干遅かったから、ちょっと言い訳っていうか、ちょっと挽回したいんだけど、昔の号泣キャンプって皆さんご存知ですか。そのなんかね、そこであれしたんだよね、号泣キャンプか、号泣キャンプか、あそこで
なんかリレーみたいなした時に私結構早かったんでちょっと見てほしい。私意外とあの 50m 走より 100m 走の方が速い人です。あの短距離、超短距離、あのスタートダッシュが得意じゃなくて、スタートダッシュから徐々に速くなっていく人だから、そこちょっと見てほしい。そう、そうボール待てないんだよね、キャッチもできない。そう、え、私だから足は、え、中距離でもないんだよね、あのあんまりその体力がないから。だからちょっと本当にそれだけ言わせてほしい。足は結構速いですってことだけ。 100m 走が一番速いとかリレーとかは得意、あの最後の方に追い上げるタイプだから、ちょっと 30m じゃ俺の持ってる才能は発揮できなかった。かっけー。200とかはね、ちょっと200はちょっと体力なくなっちゃうから、100とかなんなら 80m とかが一番いい。そっち後半で伸びるタイプやねん。社畜かわいい、ありがとう。こんなありがとね、かわいいなんて。そう、いやマジで、号泣キャンプの YNN さんの号泣キャンプのリレー結構最後の方に追いついてるから見てほしい。もうちょっと距離あったらあれは抜かしてました。ハグハグクマありがとう。そう、追い上げタイプやね。え、他何があるんかな。運動って、そう、中途半端な距離が一番得意。サラ、レインボースターありがとう。すっぴん。でも球技は全部苦手なのよ私、何にもできない。私多分球技やらせたらめっちゃおもろいと思う。うわ、でんぐり返しとか体操系、俺体硬いからな、ダメだなそれは。水泳できない、あの溺れる。待って、走ること以外できない、もしかして私。社畜クマありがとう。社畜頑張れ、仕事。なんだろうね、止まったボール打つゴルフなら良さそう。いやマジでダメなのよ。なんかあのさ、ドリブルとかあるじゃん、ドリブルができないし、あのボールとね友達になれないの本当に。サッカーもできないし、野球なんかもう絶対できないし、テニス、でもテニスが一番ギリできるかも。バドミントンもねダメなのよ私。ちょ、インスタまだ待ちくたびれて5856時間息止めてるな、大丈夫。5856時間って何日だろう、後で計算しよう。え、インスタね、ちょっと相談しよっかな、やりたいな。インスタ球技全部ダメ。ボール投げる系もダメ。なんかね、ソフトボールで一番記録良かったので6メートルとか、記録悪かったのでマイナス1メートルとか、後ろになんかね、もうボールがちゃんと、握力が弱いからボールがちゃんとつかめない。水泳ダメ、体操ダメ、ジャンプ系ダメ、弓道ダメ。ダメだダメだ、運動できない。のぶぱんくんもありがとう。縄跳び、縄跳び得意、はい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 、来た来た、唯一、あ、38日、ちょっと縄跳びめっちゃ得意やね、ちょっと言わせてほしい。え、縄跳びはあの二重跳びをマジで2分間くらい跳べる、マジで縄跳び得意。あや跳びとかはやぶさとかもいけるし、ただね縄跳び後ろ跳びだけできないんで、あの前跳び専門なんですけど、縄跳びめっちゃ極めてました。ただ体力はないので、その8分間縄跳び跳び続けるとかはできないんですけど、二重跳びとかそっち系得意でしょ。二重跳びマジ得意、二重跳びなら負けない本当に。来た来ました。サラが相談しとく、サラちょっとマネージャーに相談しといて。てかもうそういう
なんか匿名でちょっとやっといてほしい。縄跳び、あ、スキーはねなんか習ってたしちょっとできるかも。卓球絶対無理だと思う、あんまやったことないけど。でもねおばあちゃん家になんか卓球の台みたいなあったからちょっとやってた。自転車バカ得意です。自転車はマジで本当にめっちゃデコボコな道もめっちゃ急な道とかもなんかあのマウンテンバイクみたいなので行ってました。マジで任せて。そう、社畜頑張る、社畜頑張るさん、くまちゃんのシンデレラの馬車ありがとう。頑張る、頑張れ社畜さん、社畜一緒に頑張ろう。ハイタッチハイタッチありがとう、応援してるから。いつももししんどくなったりしたら毎日ショールームやってるから遊びに来てね。また頑張る頑張るになってる、頑張れ。小学校に縄跳び飛ぶための謎の板あった、あったあった、それでもバカやってた。いやだっつー、鉄棒得意、あ、鉄棒得意、来ました、得意競技。鉄棒のなんか地球なんかさ、足掛け回りみたいなめっちゃやってた。あ、鉄棒得意です、鉄棒得意です、来た。逆上がり、アイススケートいけます、アイススケートいけます。あ、飛んだりはできないんですけど、ある程度滑れます、速い速度で。車の運転とか、あ、サーキットでサーキットめっちゃ通ってました、小中学生の頃に。なんか時速20キロくらいまで出るなんかその車みたいな、ゴーカートみたいになって、マジでヘルメットとかかぶって結構もうブローンってやって、マジでめっちゃドリブルとか、ドリブルじゃない、何だったっけ、曲がる時にキキってやつ、ああいうのやってマジでタイムを競うっていうので結構戦ってました私。うわ、これ私も特技に書こうかな、なんかカートみたいな、めっちゃ得意なんですよ。そう、ドリフト、ドリフト、そう、そこでめっちゃタイム競ってましたね。どれだけもうここのここイン入ってここアウト行ってみたいな。いや懐かしい、ちょっとまたやりたいな。そう、え、これタワーなの、社畜ありがとう、タワー嬉しい、ありがとう、頑張ってね、応援してる。そうだからカートめっちゃ得意、マジで本当にすげえよ。走る、縄跳び、鉄棒、圧倒的小学生感、ちょっと小学生かも。そう、ゴーカートマジ得意やね。マジでめっちゃ一輪車得意。待って、小学生すぎる、びっくりした、小学生すぎひん。一輪車得意です、あ、竹馬得意です。一輪車なんか技できます。です、そんななんかその一輪車極めてる人たちには、小学生の時にやってた技ができます。あ、後ろに焦げます、すごくない、結構これすごくない。そう、そう、サーキット通ってマジでやってた。そう、マジでレーシングしてた、めっちゃ得意。お母さんとめっちゃ対策練ってたもん、毎回タイムどうやって縮めるかみたいな。車の免許ね、なんかお母さんからやっと許可が出たから取りたいなと思ってる。ホッピング得意、
ホッピングとかで、あ、待って、私めっちゃさ、もう今でもやるんだけど、なんかあのさ、なんだったっけ、なんかさ、スケボーの小学生版みたいなあるじゃん、私あれ得意ですわ、あれめっちゃ得意。うわ、なんかさ、こうやってなんかさ、うねうねして進むやつある、めっちゃ得意です。私あのオレンジ色持ってます。うわ懐かしい、ちょ小学生すぎるんだけど、どうしよう、どうしようか。京香ちゃんとためではないですね、やばい。そうめっちゃ得意。あ、フラフープは苦手ですね。ちょっと待って、マジ小学生すぎる、どうしよう。え、ちょっとさ、うねうねして進む隙間あるから、ちょっと見てほしい、みんな。私はそれのオレンジ色持ってます。え、待って、やばい。え、ローラースケート得意です、ローラースケート得意です。え、やばい、私特技がさ、ほんと小学生すぎるんだけど、どうしよう。え、でも特技ってか、まあせやな、そういう感じ。うわ、メリーゴーランド、やばい、懐かしい。一輪車複数人で手をつないでメリーゴーランド、やばい、やりました、それ。あ、それ得意です、やばい。ほんと見た目は大人、中身は子供説ある、普通に。じゃあちょっと終わりたいと思います。めっちゃやばい、めっちゃ、ちょっと待って、自分が小学生すぎることが発覚したんで、ちょっとこれで締めます。13位すーくん、12位みほちゃん、11位くつひもさん、10位さつきさん、9位しおまよさん、8位しゅうぞうさん、7位ライムミントさん、6位さな、5位みんなの白米ハクハク、4位のぶぱん、3位ガッシュベル、2位つれづれさん、1位社畜さん、頑張れ、応援してる社畜。もう大変、名前から応援してるね。また皆さんも、もしなんか疲れたなって時とかは、ぜひ私の配信に遊びに来てください。毎日配信 Now だから。ありがとうございました、タワーもありがとう、頑張れ、応援してる。明日も遅い。じゃあまたね、みんな、バイバイ。